都会の喧騒を離れて優雅なひととき。なんて幸せなんです。あら、ごめんなさい。ワッターマチュアゴアをご覧の皆さん、どうも夏子です。私は今ですね、南城市玉城にありますガーデンレストラン花さんごに来ています。見て、花、花、植物、昆虫、太陽も、素敵、幸せ。駐車場から門に足を踏み入れると、そこから夢のような癒しのガーデン、花水園が広がります。世界的庭園デザイナー石原和幸さんによる庭園が自慢のレストランなんです。もうなんか南国に来た感じがするね。まさか私、南城市にこんな素敵な庭園のあるお店があると思わなかったさ。あら、この中もまた素敵。結構長い距離歩くね。うん、本当に庭園をね、見渡してレストランに行くっていう感じ。ちょっとお散歩がてらに、お散歩しながらみたいな。あら、素敵。どこか、あちらかな、あちらですね。さあ、この庭園を抜けると見えてきたのがレストラン。さあ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 、入ってみましょう。あら、素敵、おしゃれな空間。ちょっと天井も高くて空間が広いね。あら、待って待って、これ何？骨？隣は崖？そして上は雲かしらね。なんだかオブジェもおしゃれだわ、素敵。どうも。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。もう本当に素敵なレストランで、もう私早速お腹が空いたんです。はい、あ、じゃあ早速ご案内させていただきますね。本当ですか、お願いします。はいはい、よろしくお願いします。こちらです。はいはい、行きましょう。あら、ほんと素敵。このオブジェ、ちなみに雲ですか？雲ですね、イメージは雲でございます。あ、合っていた。第一印象が合っていた。ありがとうございます。悩ましいけれども、私今日ね、これフォアグラのロッシーニと、はい、花さんご特製ソフトシェルシュリンプのフリット。かしこまりました。これをお願いします。はい、ありがとうございます。それでは失礼いたします。はい、はい、お願いします。楽しみさ。そして待っている間もお庭を眺められる。なんだか時間がゆっくり流れていくね。お待たせしました。はい、失礼いたします。ですね、メイン料理ですね。メイン。はい、牛フィレットフォアグラのロッシーニでございます。これがロッシーニ。はい、こちらの方はソースの方がトリュフのソースでございまして、はい、で牛フィレの上にフォアグラが乗ったロッシーニでございます。色鮮やか、パンまでついてるんですね。ついてますね。はい、でこちらがですね、当店自慢の車エビのフリットでございまして、ソフトエビシュリンプなので、あの尻尾の先から頭の先まで全て食べれるエビとなってます。尻尾から頭まで、頭まで、はい、全てでございます。あ、素敵。はい、でお好みでなんですけど、はい、レモンを絞っていただいて、横にあるソース3種類あるんですけど、こちらこれ3種類あるんですか？はい、ソースの方が、シークワーサーのソースとビーツのソース。これですか？はい、で上のソースが、ハニーマスタードソースでございます。お好みでつけてお召し上がりください。ではごゆっくりどうぞ。はい、失礼いたします。ありがとうございます。はぁ、もうね、私見た瞬間からも胃袋がキューンってなって、もう早く食べたいって言ってるから早速いただきたいと思います。じゃあ最初に牛フィレからいきましょうね。あ、いや、すごい柔らかい。このお肉にね、フォアグラを乗せて、ポテトも乗せまして、いただきましょう。いただきます。ほっぺたが落ちる。おいしい。フォアグラのね、味ももちろんいいんだけどね、ポテトがすごくなんかいいですね。合います。でこれもね、食用花っていうことなんで、いただいちゃいましょう。ほら、かわいらしい、かわいらしいのに食べれるっていいね。お、
通に美味しい。うん、続いてシュリンプいきたいと思います。はあ、また見た目がねもう素敵さ、もう本当にプチガーデンって感じよ。あら大きいよ、大きい、私の顔と比べても大きい。じゃあこのソースも3種類あるって言ってたから、ちょっと爽やかにシークワーサーをちょっとつけてみたいと思います。はい、いきます、いただきます。外はカリカリ、中はプリフワっていうんですか、これプリプリだけじゃない、ふわっとしたこの柔らかさがある。でこのシークワーサー爽やかだね、うん、今の季節にぴったり、とっても美味しい、うん、これエビ好きにはたまらないね、うん、食後のココナッツジュースも甘くてすっきり、あ美味しいさ。もう今日はね本当に美味しい料理から、そして素敵な庭園眺めることができて、私とっても癒されました。やっぱり日頃ね、あの炊事洗濯掃除といろいろやること多いんですよ。だから自分への今日はご褒美というか、本当に癒されました。ありがとうございます。ありがとうございます。ガーデンレストラン花サンゴは、亜熱帯植物と竹のある癒しの植物庭園を眺めながら、地元の食材をふんだんに使用した料理が味わえるレストランです。ナスカさん、また花サンゴにいらっしゃってくださいね。もちろんです。今度はね、友達のヤスコも連れてきますね。ぜひ、はい、マチアグアをご覧の皆さん、ぜひガーデンレストラン花サンゴ来てくださいね。お待ちしております。待ってます。